こんにちは。マリアンナ・キストラビーチ美術館のアートバイツへようこそ。今日はディネ族のアーティストハリソン・ベゲーによる小鹿のシルクスクリーンをシェアさせていただきたいと思います。ディネ族またはナバホ族のアーティストハスケ・ヤネや不思議な少年はアリゾナ州のグリースウッドまたはホワイトコーンで生まれました。彼は家族がヤギや羊を飼育したナバホ保留地区の小屋で育ちました。彼の生年月日は定かではありません。年のみが分かっており、両親がカレンダーを所持していなかったため11月15日としました。ここに見られるような彼の多くの作品には、彼が飼っていた子犬をモデルに子供たちが犬とともに羊の群れを追っている姿が描かれています。また彼はナバホ族の呪術師たちによる砂絵にも影響を受けました。当時の多くの先住民の子供たちのように、彼は1927年に寄宿制の学校に送られました。彼の場合はニューメキシコのフォートウィンゲーでしたが、そこから逃れ家に戻りました。その後ともにニューメキシコにあるフォートディフィアンスインディアン学校、後にトハッチインディアン学校に入学するまで結核を患い、数年間の入院を余儀なくされました。1934年にニューメキシコのホピ族出身のフレッド・カポチーによるフエプロ部族の儀式用の絵を目にした後、ベゲーはドロシー・ダンのスタジオでアートを学ぶためサンタフェ・インディアン学校へ入学しました。そこでは彼はスター的な学生の一人となり、優秀な成績で卒業しました。ダンは1932年にスタジオ校を設立し、それは先住民の文化的伝統に起源を持つ絵画のスタイルを発展させることを奨励したプログラムでした。ベゲーを含むダンの学生の多くは壁画を描いたり、1930年代に公共授業促進局のポスターの制作をしたりしました。ダンは彼女の学生たちが生まれながらアートの能力を持っていると信じ、またそれは20世紀初頭にホーチャンク族のエンジェル・デ・コーラという先住民の美術教師によって広められました。ダンは意識的に人体デッサン、遠近法、また色彩理論を控え、ごく基本的な絵画を教えました。彼女は1910年代と20年代のサン・ユレファンソの画家たちの作品に影響を受けた単一のスタイルを促進しました。それは良くも悪くも先住民のアーティストが継承した彼ら独自のただ一つのスタイルだと彼女が確信したからです。スタジオスタイルまたは平面的スタイル画と呼ばれた、それはプエブロの壁画、陶芸の絵付け、平原地域の隠し絵、石のアートなどからインスパイアされたもので、また儀式、舞踊、民話のイラストやナレーション的な特徴を持ち、主に不透明な水彩や画種絵の具で塗られました。1940年から41年までベゲーはノースカロライナ州のブラックマウンテン大学、後にフィネックス大学に通いました。彼は公共授業促進局のアーティストであり、アメリカ陸軍通信部隊にも勤め、アイスランドにも駐在、
後の第二次世界大戦中はノルマンディの海岸に突撃しました。米兵が戦後戦士の絵を描くことをやめたのは、すでに彼を魅了する題材ではなくなったからです。1945年に退役すると彼は一旦サンタフェに戻りましたが、1947年にアリゾナへ帰りました。その後デンバーのラジオテクニシャンの学校で過ごしたり、スタジオを借りて仕事をしたりしました。1951年に先住民アーティストの作品をより広範囲なオーディエンスとシェアするため、ベゲーはサンタフェでテワエンタープライズという印刷会社を共同設立しました。彼のスタジオ工時代の産物であった平面的スタイルの水彩画はシルクスクリーンという形でプロセスされることになりました。8色から15色を使うことにより、これらのシルクスクリーンはガッシュ絵に非常に似て見えました。2000部にも及ぶ多数のインディアンアーティストの作品が制作され、それが観光客を買い求め、彼の名声が広まりました。ベゲーは近しい友人の死後、1959年にナバホ保留地区に戻ることになりましたが、サンタフェでも時を過ごし続けました。彼は2冊の児童向けの本のイラストを描き、またナバホの聖なる山々、ハリソン・ベゲーによる4つの絵は1967年にイーランド・クリフトン・ウェイマンによる言及されています。キャリアの後半、彼は死後の虹イエイという民話を反映したより複雑な作品作りに取り掛かりました。1997年には他の多数の賞に加え、ベゲーはアリゾナインディアンの生きた宝と称えられました。95歳で亡くなり、アリゾナのフォート・ディファイアンスの退役軍人墓地に葬られました。ベゲーは作品の中で動物、特に鹿を重視しました。彼の父親がズニの鹿族を名乗っており、ジネブ族は伝統的に鹿を呼ぶのに歌を歌います。四旬節の時期には伝統的な鹿の踊りをアリゾナや一部のニューメキシコのプエブロ族の間でも見ることができます。伝統的な歌や踊りの間、黒い鳥に扮した狩人が狩猟遠征に協力してもらえるよう鹿の精に頼み歌いかけます。音楽民族学者のナタリー・カーティスは1907年にこの歌と踊りを録画しました。ベゲーの柔らかな色や繊細な線はこの題材に相まっています。しかし彼の言葉を借りれば、鹿のように売れるものは何でも書くつもりだと。最後にベゲーの小鹿を見ていくにあたり、平面的なスタイル、繊細な筆使い、また柔らかな色使いにお気づきでしょうか。彼の恩師ドロシー・ダンは彼の作品を次のように語っています。装飾的であると同時に写実的でもあり、また色の透明度や値が高く、彼の描くものには遊び心があり、内側からまるで動き出すようだ。彼は寡黙でありながらも無地蔵に基地に住んでいる。今日はありがとうございました。